風の境目？今日の天気予報は雨だったけど、思いっきり晴れているな。波高し。ここでやってみます。寝魚を狙ってみます。餌は塩辛しか持ってきていないです。バケツを買った。始める。ここは浅いな。ここは深いです。この前、あっちの岩から浮き釣りをしたから、知ってる。むむ。むむむ。外れた。海底に海藻が生えてるっぽいです。ハゼっぽいのがいる。あっちに行ってみます。投げ釣りとタイドプール釣りをします。もちろん、餌はイカです。釣れない。雨、降ってきそう。ギブアップだな。びちょ濡れだ。カッパを切る。このまま帰れるはずなかろう。ここ、小魚がいっぱいいますぞ。イワシかな。
リスタート。あら。サビキの針が大きすぎかもな。釣れないな。イカを細かく切る。小さな針を使う。本物の餌を使えば、イチコロだろう。死にそうなボラ。もしかして、ここにいる魚は全部ボラ？ボラはいらないし、そもそもイカじゃ釣れないぞ。もう帰るか。このまま帰れるわけなかろう。コサバなら、釣れるかもしれないです。隣のおっさんは、釣ってるけど。はい、釣れた。サバトールメイワシでした。素揚げにして食ってみようかな。ダメだ。釣れたのは、さっきの一回のみだよ。小魚2匹じゃ終われないよな。ぐすん。あのサバとイワシは食べずに餌にする。生きているサバ1匹と死んでるイワシ1匹のみ。ピンピンしてるうちに使っとく。どうせ、釣れないだろうな。味も狙います。サビキ針にイカをつけます。
鈴が鳴るのを待つ。当たったな。もちろん、アジ狙いの竿。ダメ？魚が釣れない日は、何をやっても釣れません。今日はとっとと帰って、改めて出直すか。グオー。小サバかー。餌にします。マジかー。アオリイカに首根っこの神経を噛まれてる。アオリイカがおるぞ。大きい魚狙いをイカ狙いに切り替える。キープしててよかった。イカは海底付近を泳いでいる。Good.餌用の小サバも狙います。ミラクル。多分、丸イカだな。普通、アオリイカが釣れるよな。小サバを確保しなくては。神殺された。もう、生きている小サバは持ってないです。ダメだな。死んでるサバでは当たりがないです。これ一匹だけでも超奇跡だよな。
金銀に冷やす。刺身で食べてみます。かなりヌルヌルしてます。皮を剥がす。目視のチェックは大事だぞ。ゲソは焼きます。This is soy sauce.はい、完成です。味は、イカの刺身。だが、食感が超ねっとりです。焼きは柔らかい。This is ginger. 鮮度が良いイカは、うまいです。ご視聴ありがとうございました。応援をお願いします。